ようございます。ちょっと急遽予定変更で昨日の夜に事件が起きました。昨日の夜にとある男の子と出会いました。20歳の男の子。だから今日は本当は朝に新宿のホストに行く予定でしたが、急遽朝にケバブを食べるという配信をね変更します。すっきりした。でも大学生だからね、みんな大学生の形だから怖いよね。フラーゲンの、いや、なんかケバブ食べたいというかケバブごちそうして、なんかあと香水が欲しいっていうか、なんか香水も買ってあげようね。みんなよろしくね、今日は。18個も離れてんだよね。すごくない？18個差だよ。やばくない？息子みたいなもんだよね。ねえ、すごいよね。親子って感じでしょ。あ、なんかそうだね、スーパーカー王子と一緒だね。スーパーカー王子も20歳だけど、同じ年代の人に出会ったって感じ。コンビニ行ってくる？ああ、いいよ、お母さんが出してあげる。こう、ね、いや、これにね、買ってきな。あ、そういう出してくれるから、いや、別にいいよ。いいね。だって20歳の子に、で、500円あげる、買えると思う。500円で買えるの？なんか欲しいのある？私もじゃあコーヒー買ってもらおうかな。900円全小銭ね。911円あるよ。じゃあこれで、はい、小銭使ってきたの。甘いのとブラックどっち？あーでもブラックの方がいいかな。そのこのなんか大きめのブラックがいるの、ペットボトルの。ごめんね、パパ活じゃない。パパ活言われてんだよ。これ何の時計？なんだっけ、高そう。あ、ディーゼルね、かわいいじゃん。ディーゼルおしゃれ。元カノからもらったの。高すぎて買えません。そんなディーゼル高くなくない？3万円ぐらいなの。あ、でもまあ大学生だから。あ、これまでだって900円の腕時計使った。でも900円の腕時計で動けばね。あ、ちなみに100均のやつはクソだったよ。100均の時計はちょっと私使ったことないな。つけてる間カチカチってでしょ。いいじゃん、おしゃれじゃんね。いや置き時計みたいな感じで。100均だって大学生の、大学生一番お金ないもんね。であれ、カードキーね、ちゃんと持って帰ってきてね。いや、に、ちょっと待って、ちょっと待ってね。これそういうこと？あ、そうか、カードキーを抜いたの、そういうこと？あ、全部消えちゃうんだ、これ。ちょっと待って。ここを開け、カーテンを開けよ、カーテンを。私は大当たりでしょ、こんな優しい人いないでしょ。だってコーヒー、朝のコーヒー買ってきてくれる男はヒットでしょ。違う？一緒にお泊まりして、コンビニで朝ね、コーヒー買ってきて一緒に飲むなんてさ。で、この後ケバブも食べに行くんだから。
いないでしょ、そう男は。うん。大学生とエッチしたんですか。ご想像にお任せします。でも彼はなんていうのかな、好奇心旺盛タイプだよね。なんか若いからいろんなことに挑戦したいみたいな、だから下手物食いもしたいみたいな、そんな感じがした。うん、あのむさぼり方ね、いえ、なんか熊と戦ってるみたいな感じだったもんね。大事。OK。 真っ暗になっちゃった、電気つかなくなっちゃった。そう、あ、来た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 。 OK。 何買ってきてくれたの。いや、なんか買ってない。タケノコの里好きなの。うん、一緒だ。好み合うね。キノコよりタケノコ。コーヒー何買ってきてくれたの。一応ブラックの。ブラックを。あれブラックって言ってたよね。いや、ブラックでいいよ、ブラックで。あ、ありがとう。これ美味しいやつだね。そう。乾杯。朝乾杯。でも気になんない、すっぴんでも。ああ。でもやっぱ年でしょ、こう見るの。ああ、いや、わかんないよ。やっぱ38ぐらいだなと思うでしょ。うん。うん、だって。結構ね、体勢持ってないとガーっていっちゃうんだよね。もうデブなの何なのって私も毎日言われてるからさ、みんな。6年間体勢ついちゃったかな。チー牛じゃないよね。わかんないわ。別にチー牛かもしれない。チー牛ってなんだっけ、チーズ牛丼食ってる人みたいな。いや違くね。いや違うな、なんかなんだろう、うん、こじらせた陰キャ。陰キャ？陰キャじゃないよね、陽キャだよね。いや違うと思うわ。いや陰キャだわ。で昨日一人でケラケラ笑ってなかった夜。ああ言ってたね。あ、お茶ばかりやと、チャリンチャリン。これがアイテムの昨日お話した、うん、で収入を得て今では投げられてる。へえ、ちょうだいって言って。ああ、投げ銭ってやつ、ね、そう、投げ銭、投げ銭よく知ってんじゃん。 VTuber みたいな。デブチューバーって感じ、はい、もうこういうの買ってきちゃって可愛いね。もうぴったり使ってきたんでしょこれ。ああ、ね、890円ぐらい。800円。お釣りはいいわ。あ、そう。子供みたいなね、やっぱ子供だよね、まだね。ああ、ガキだわ。ちょっとプライベートと違うし、スイッチ入ってるし、今シャキッとしてるし、昨日のベッドの中の私とさ、ベッドの中はちょっと甘えん坊さんだったけどさ。いや、こういう38歳のどう？どうって聞くの。私はいけんの。化粧した方がいいね、やっぱね。あ、それはそう。でもさ、あの Tinder で出会った時バリバリ化粧してる写真だったじゃん。あ、ドレス着て、うん、あれが来ると思ったんでしょ。うん。それこれが来たらどう思ったの、すっぴん。いや、まあそれは夜だから耐えれたな。今は、ね、いや、まあ別に慣れたんじゃねえ。ショック受けたん。あ、いや別に別に。やっぱすっぴんってきつい。私と付き合える？
ちょっとお試しで付き合ってみようか。はい。私はオッケーね。あ、そう。暇だし。はあ。いや、これは保留だな。え？ちょっと考える時間が欲しい。じゃあよくさ、そう出会い系であってさ、連絡途絶える人いるんだよ。そう。そういう系？いや、別に。ワンナイト系？次会うって言われたら会うかもしれない。おかわりある系？うん。おかわりはオッケー。次はうちに来てもらおうかな。ああ、いいよ。いや、どうかな。うん、そっちの方が可愛い。マジか。可愛い顔してるね。ベレーボは。やっぱみんな家政婦は見たいよ。昨日私が言ったのと一緒だな。いつもよりね。いただきます。あ、すごい。あ、ちょっと待って、しげるくんのも見せて。いい？借りて。これが普通のやつだって。はい、甘口。いただきまーす。すごい、いっぱい入ってる、なんかケチャップみたいな。うん。美味しいじゃん。500円は安いよね。甘口だけどちょっと辛いんだけど。マジ？あそこ有名店なのかな。わかんないな。こんなのあるね。あ、おいしい。これは朝にいいね。あ、ナーボーも食べてたんだ。有名な人もあそこで食べてたんだって。え、うまい。今まで食べたケバブ3回ぐらい食べたけど一番美味しいな。しげるくんはなんであそこで食べたの？なんかツイッターで見た。あ、ツイッターで来たんだ。朝からやってるとこあるって。いや、300円で食えるところがある。でこれ300円だもんね。うん、安くない？これ。これ300円だよ。これ500円。下手にマック食べるよりいいよね。うん。あ、マックよりは量はあるんじゃない？いや、これだって2つも食べれないよ。さすが男の子だね。いや、わからん。これ持ち帰るかもしれない。持ち帰るの、うん、食べれないって。いや、もうお腹いっぱいだもん。あ、やだ。ちょっと待って。どうしよう。落ちちゃったな。すごいね、ボリュームがね。これ全部乗っけちゃうからさ。すごいね。すごい、なんかお手拭きシートが欲しいね。うん、やっぱホテルで来るべきだったな。大丈夫だよ、外で。あ、そう。確かに食べ方汚いよ。否定はしないで。否定はしない。これをこう乗せていい。お手拭きシートが、お手拭きシートがあるかどうか。いる？しげるくんも。あ、俺はいいや。で、こういうのね、ポロポロ落ちたから。アルミホイルは温めるためにあるんだよね、多分ね。冷めないように。うん。ちょっと向けるって言って。おし、ありがとう。大丈夫。いっぱいこぼれちゃった。ここのお店ってなんて言うんだ、名前。わかんない。みんな知りたいって。ああ、なるほど。歌舞伎町の、なんて店なんだろう。
なんかね、あ、ツイッターで出てきたって。レースケバブ。レースケバブ。しげるくんはね、中村徹にそっくりだから、みんな知ってる中村徹って俳優、結構有名だよね、あれにそっくり。よく松本清張とかのドラマに出てるじゃん。わかんない。わかんない。中村徹の話してる。うん、中村徹、俺ビーバップハイスクールしか知らんから。あ、そう、ビーバップよく知ってる。ビーバップも出てたんだ。危ないでかも出てた。ああ、うん、最近で言うと日本沈没だね。面白い。昔のリメイクみたいな。地震だって。地震だ。揺れてる。ほら。今揺れてる棒が、あ、でかっ、マジ今地震だ。キャベツ。東京揺れたね今、新宿まだ揺れてんね、確かに震度3ぐらいじゃない、これ。震度3でしょ、うん、え、地震あった、え、本当にあった、あった、今揺れてたよ、これ思いっきり。意外とね、マジで、え、嘘、意外と外にいると気づかないね、家の中が一番気づきやすいんだね。うん、いや、全く気づかなかった。え、本当にあった、うん、マジか、これ画面揺れてんの、俺風で、いや、今は揺れてないけど、さっきは思いっきり揺れてたよ、こう。そんな揺れてた、うん、わかるわかる、6年やってるんだ。6年間やってるんで、わかる揺れは。でもさ、地震多いね、今年は。そうか。いや、めちゃくちゃ多いよ。毎年多いさ。早くロシア行きたいな。なんでロシア？ロシアの美女を抱くの？いや。なんでロシア？ロシア行って何すんの？ロシアンルーレットでもやんのかな？普通に牧場で牛飼ってたい。あ、そういう夢があんの？酪農。でも牛なんて飼ったことあんの？いや、ないか。でもさ、今の若い子ってそう、なんかもうリタイアを考えてるようですよね。そうなの？うん、なんつうの、セカンドライフってやつ。でもロシアってなんか寒いよ。うん。ね。暑いよりいいんじゃない？キャベツ。多分マイナス何度とかでやれるロシアは。うん。ね。歌舞伎町だからね。昨日は早死にだったしね。うん。美味しかった。食べれる？すっごーい。いや、持って帰ります。持って帰んの？さすがに入んない。入んない？重い。すげえ。え、もう帰っちゃうの？寂しい。送ってこっか。え？やきもち？どうしようかな。え、これバイバイなの？いいんじゃない？ちょうど。
なんか怒ってる？普通に怒ってますよ。駅まで怒ってこっか？いや、普通に捨てられた。また会おうよ。今度うちに遊びに来てご飯作るか。ちゃんと化粧もするし、ね、綺麗にするから。ありがとう。また会いたい。寂しい。今インカメで。インカメインカメ見て、ほら。インカメ。じゃあ俺見て。俺確認できるでしょ。このままね、このままこの。なに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 。オッケー。この角度ね。あ、じゃあ。こっちから。分かった。じゃあね、ありがとう。またね、また連絡する。じゃあね。あ、香水今度プレゼントするわ。じゃあね。素晴らしい夜をありがとう。じゃあね。今来た人は意味わかんないけど、さっきまで見てた人はわかるよね。だって顔も映せない、ああいう状況でどうやってやるのよ。私だって難しいよ。6年やってるけど、出演、声だけの出演で難しくない？盛り上げんの。お金目当てって、だってただ300円を2個頼んだだけで600円だよ。ね。600円だよ。船長って何？船長って。何？船長って。船長って何？ジョニー・デップ船長知ってるけど、それはどうしたの？来るって何？来ないでしょ？面識ないんだけど、私。あ？本当に来るって言ってた？ちょっと話聞いてる？本当にイラつくな。朝から。なんだね、はっきりしてよ。私もう帰るんだけど。本当に来んの？でも来るって言ってもなんで待ってなきゃいけないの私。車内もう帰るって言ってるのに、待ってる理由があるの？もううるさいね。じゃあ切るよもう。また月曜日会いましょう。つじょりです。